どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが9月12日月曜日の試合終了後なんですけれども、タイガースは本日ドラゴンズと戦いましたが、結果6対2で勝利ということで、ドラゴンズに対して連勝。で、今日勝ったことによって3年連続でドラゴン戦の勝ち越しが決まる、そういう試合でもありました。で、今日の試合、先発の佐伯投手もなんとか試合を作ってくれて、中盤以降ね、スケット選手大活躍。マルテ選手、ロハス選手がそれぞれ代打で活躍してくれて、で今日の 勝ち投手はケラー投手、念願の初勝利ですまさに助っ人を暴れ今日の試合について深掘りをしていきながらお話していきたいなと思いますでは早速お話をしていきますがまずは投手陣から見ていきましょう先発の才木投手ですね才木、まあ、投手はこれまでの試合ずっと5回以上投げて安定したピッチングを続けてくれているで、そういった中で今日の登板を迎えたわけなんですがまず結果からお話をしていくと5回1点しっかり試合を作ってくれました、まあ、勝ち星はつきませんでしたけれどもこの才木投手の粘り本当に大きかったですで今日の才木投手初回はビシエロ選手にタイムリーを許すそういう立ち上がりになりました ちょっとこの初回に関しては決めに行くフォークの精度そしてコントロールにばらつきがあったかなと岡林選手ビシエロ選手に打たれたのは少しばらついたフォークボールでした他にも当てられるシーンが目立ったんでそこが気になったポイントでしたねで続く2回もピンチを招きます先頭バッターにフォアボールを与えてツーアウト2塁最後は岡林選手を抑えてなんとか無失点この回もフォークが高めに入ったりストレートが高めに浮いたりとまあ、状態的には決していいとは言えないかなという初回そして2回を見てそう感じましたそして3回もランナー背負いながら無失点今日は粘りのピッチングがメインになっていきます 4回5回と無失点。これで再起投手は1軍復活後、7試合全てで5イニング以上消化。これ大きいですね。再起投手の場合は完全に中10日起用で固定されてますから、毎回しっかり結果を出してくれると、首脳陣としても計算しやすいです。で、再起投手は5回94球というところで交番。まあ、今日はここがいっぱいいっぱいでしょう。うよく投げてくれたと思います。決して万全な状態でなくても、しっかり試合を作ることができる。ここが一番先発ピッチャーに求められるところですから、毎回首脳陣、そしてファンの期待に応えてくれてる。そういうピッチングを見せてくれるのは本当にさすがです。で、タイガースは6回から系統に入った。 けけなんですけれども今日の系統、まあ、昨日からそうですが矢野監督はね、まあ、中継ぎピッチャーをそれぞれ臨機応変に起用していくこういうコメントを出していた中でこの6回マウンドに上がったのはケラー投手でした、まあ、ケラー投手からすれば起用法が大幅に変更された形になりますが右バッターが3人続くそして一番長打を警戒しないといけないところをバシッと3人で抑えてくれたビシエロ選手を見逃し三振に切った155キロのストレートあれすごかったですねここ最近ちょっと自分自身でねストレートに納得できていないとそういうコメントもありましたがまた本人としても納得できる直球になったんじゃないでしょうかで キラー投手その後打線の援護が入って念願の初勝利ね。まあ来日初セーブの時もね、本当に感慨深いものがありましたが、この初勝利も個人的にグッときますよ。キラー投手が踏ん張ってくれたからこその勝ち投手ですから、本当にナイスピッチングです。そして7回マウンドに上がったのは岩沢投手。もう完全に流動的ですね。誰がどこで投げても不思議じゃない。そういう最終盤という中で、7回は岩沢投手。昨日ヒーローにもなりましたが、今日は1インニングをぴしゃり、筋肉の三者凡退を見せてくれたと。で、8回は岩沢投手。もうこの8回は完全固定ですね。しっかりゼロで抑えて、なんと21試合連続無失 そして、今シーズン38ホール止めです。9月は2日、6日、そして今日12日とここまで3試合登板のみ、実は一番余力を残してる男ということで、本当に頼もしいです。そして9回、マウンドに上がったのが梶谷投手、まあ、8回に点が入ったんで、本来であればね、セーブシチュエーションであれば岩崎投手かなというところでありましたが、点差も開いたんで梶谷投手。まあ、この梶谷投手もいろんなところで投げる、まあ、いろいろね、負担は大きいピッチャーだと思いますが、9回1点取られはしましたが、その後逃げ切って6対2で勝利。まあ、本当に今日は佐伯投手がよく踏ん張ってくれましたかね。そしてその後、いろいろ流動的にな あることがねもう残り10試合確定したわけなんですけれどもそういったところでそれぞれがしっかり結果を出してくれてる改めて投手陣の粘りというのはさすがですでは続いて打線の方を見ていきますが今日は全体で13安打6得点ということで打線がつながりましたね、まあ、しっかり取り返すことができましたしその後も終盤しっかり点を取ることができたまあ、それぞれのワンチャンスを生かすことができたそういう攻撃だったんじゃないでしょうかではまずスタメンの方を見ていきましょう1番ショート中野選手2番サード糸原選手3番センター近本選手4番レフト大山選手5番ファースト原口選手6番ライト佐藤選手 7番セカンド木南選手8番キャッチャー梅野選手9番ピッチャー再起投手ということで先ほど再起投手のところでお伝えしましたが初回まず点を取られてしまったんですよねですが取られた後すぐ取り返す、まあ、ちょっとね今までこういうあまり見られなかった即反撃だったんでこの回初回の攻撃熱かったですねこの回はまず先頭中野選手がヒットそして近本選手がフォアボールを選んでワンアウトランナー一塁二塁ここで打席には4番大山選手です4番に打たれたら4番が打ち返す詰まり流れではありましたがライトに持っていきました同点タイムリー炸裂これで大山選手の打点数は82 2020年のキャリア杯85打点まであと3に迫りました。いや、さすがですね。9月はまだホームランがないものの、得点圏打率は3割を超えてますから、今年の勝負強さというのは本物ですよ。で、ちなみに今日、大山選手は甲子園打点を挙げましたが、大山選手が甲子園で打点を挙げた試合は、18勝3敗1分け、勝率は8割5分7厘ということで、とんでもない勝率誇ってます。まあ、言わずもかな、大山選手はタイガースの得点頭ですからね。そういったところできっちりまずは追いつくことができた4番の一撃さすがです。で、その後はお互いの先発ピッチャーが踏ん張る中で、タイガースにチャンスがやってきた もうこの6回の攻撃完璧でした何一つ無駄のない流れるような勝ち越し劇まず先頭は原口選手がヒットとにかく食らいつくんだそういう思いを感じるヒットでした連日のスタメン起用に応えますそして続く佐藤選手もヒットでランナー一塁二塁ここで矢野監督が仕掛けます原口選手に変えてダイソー島田選手もうここは100%バントですからね一塁二塁のバントって本当にプレッシャーものすごいんですよ触れてる原口選手を下げるリスクもありましたが思い切って1点を取りにいったこれがバントをする木浪選手を楽にしましたかね初球で100点満点のバントを決めてくれましたその後 目の選手がフォアボールで満塁このように素晴らしい流れでチャンスを作って、ここで代打マルテ選手、際どいところをしっかり見送りつつ、最後に仕留めました。レフトへの2点タイムリーで勝ち越し。いや、もう流れが完璧でしたね。打ったマルテ選手ももちろんさすがですが、その前のお膳立てが全て満点のつなぎ。昨日からこういうワンチャンスをものにできてる。やっぱりこうなると流れが来ますよね。で、マルテ選手は今日ヒットを打ったことによって、出場4試合連続安打。で、9月に関しては16打数6安打。打率が3割7分5厘3打点ということで、好調を維持してます。ここぞというところで最高の仕事を果たしてくれたベンチ もも大盛りりり上がでででしししたたかかららねねね素晴いい活躍を見せててくくれたとでそれとそ以降もタイガースはしっかり得点重ねていきますす続く7回です、ね、この回に関してはワンアウトから大山選手がヒットそして途中出場の島田選手もつないでチャンスを作って連日6番に入ってる佐藤選手サードのグラブをかすめていきながらレフトへのタイムリーヒットということでこの1点も大きかったですね佐藤選手にとってこれが今シーズン78打点目しっかり打点数も伸びてきてますし今日マルチアン打ですからねこうやってヒットを積み重ねていくことによってまた打球に角度がついて佐藤選手らしいホームランも出るんじゃないかなということで今日の日本は非常に大きい そして8回です。まあ、マルテ選手が打って、で、ケラー投手も素晴らしいピッチング見せて、この選手も黙ってるわけにはいきませんよね。この8回に関しては、ワンアウトから中野選手が今日3本目となるヒット。その流れで打席に入ったのが、代打のロハス選手です。見事にしとめましたね。今シーズン9号の代打ツーランということで、素晴らしいバッティングでした。まあ、7回の佐藤選手の1本でね、ほぼ試合は決まったかなというところでありましたが、こうやってダメをしていく、まあ、それぞれね、打線の状態を上げていく意味でも本当に大事ですし、ロハス選手にとっても本当に大きな一発になった。去年、ロハス選手はシーズン通して8ホー,ーた ですが8月以降の爆発でしっかり数字を伸ばしてこの9号によって去年のホームラン数を超えたまあ、本当に打球がスタンドに入った瞬間ベンチに向かってねパフォーマンスしてましたけれどもベンチのみんなも本当に大喜びでしたよマルテ選手の時もそうですがこのロハス選手もそうで今日勝ったケラー投手もそうですねこういう外国人選手みんな性格がいいと言いますかもう本当明るい選手ばかりですからね見ていて応援したくなる選手ばかりですだからこそみんな活躍してほしいもう今はなんとかね A クラス入りクライマックスシリーズというところでこの外国人選手が踏ん張ってくれると本当に大きいですからね とといいうことででタイガースらしい勝利ですはいということで以上が今日の試合内容についてなんですけれども今日の試合前入れ替えと言いますか今日上がってきたのが才木投手ですね才木、まあ、投手は結果5回1失点しっかり試合を作ってくれました、まあ、勝ち星こそつきませんでしたけれどもしっかり毎回先発をするたびに結果を出してくれる首脳陣としても本当に大きいですで才木投手に関してはこれまでずっと中10日起用が続いていましたからねおそらく明日13日の時点で抹消になるかなというふうに推測してますでも残り試合が少ない中で才木投手の次の登板はあるのか、まあ 23日のカープ戦になりますただこの23日に関しては金曜日なんですよ。20日以降のタイガースに関しては火曜日、水曜日、そして金曜日しか試合がありません。で、おそらくこの金曜日に関しては西勇気投手が本調子であればね、マウンドに立つんじゃないかなと、そういう風に推測してますんで、もしかしたら才木投手にとって今日が2022年最後の公式戦登板だったかもしれませんね。才、ま、木、あ、投手はトミー・ジョン手術後の右肘について、全然問題ないです。ケアもしてもらってるんで、順調にいけてますと、こういうコメントも出してくれてました。首脳陣としてもしっかり中10日以上上げて、今シーズン先発した試合。 最多は95球で100球を超えたことは一度もありません。まあ本当に慎重に慎重を重ねるような起用法が続いていますが、そういった中でね。限られた登板で再起投手も結果を出してくれてるというのが大きいです。このように安定したピッチングを続けてくれてると、今後の短期決戦でもね。よしじゃあ佐伯行こうかと。そういう可能性も出てくると思いますんで、今後再起投手の運用どうなっていくのか、この点も注目して見ていきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画では本日9月の12日に行われたドラゴンズとの試合についてお話をされていただきました。結果、6対2で勝利ということで、タイガースは連勝。そして今日勝。 よってドラゴンズ戦3年連続のの勝勝ち越しとといいうことでこでで本当に大きいですねまさに今日は助っ人選手が大暴れマルテ選手ロハス選手が代打で活躍してケラー投手は歓喜の初勝利で今日4位のカープそしてゲーム差なしの5位ジャイアンツはゲームがなかったんですよねですのでタイガースは今日勝ったことによってそれぞれ2ゲーム差に広がりましたこれ本当に大きいですねまあもし今日の試合タイガースが敗れていてスワローズが勝っていればもうタイガースの優勝の可能性が完全に消滅してしまうとそういう大きな意味を持った試合でもあったんですがもうタイガースは目の前の試合上順位関係なくもう勝っていくしかありません からそうういいいった中でで今日日のののの勝利とはは本当に大きいで明日の試合の先発はエース青柳投手です青木投手は1ヶ月半勝ち星がないことになりますが、明日勝つことができれば自身最多タイの13勝目タイガースはこの甲子園、そしてドラゴン戦でいい流れでね青柳投手にバトンを渡すことができましたからもう青柳投手、これまでの貯金というのは本当に素晴らしいものがありますからね、誰ももう文句というのはありませんよ、ただこの最後、青柳投手がペースを上げてくれればタイガースにとっても本当に大きいですから、明日の試合どういうピッチングを見せてくれるのか、引き続き注目して見ていきましょう。 でしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいですということで以上今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいですこの動画が面白かったためになったと思っていただけた方はよかったらチャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者3万3400人突破いつもありがとうございます皆さんのご視聴コメント高評価チャンネル登録が励みになってます 次は目指せ、チャンネル登録者3万4000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、ドラフォー、ありがとうございました。今日はまさにスケットトリオ大活躍の日でした。さあ、明日はエース、あゆぎ投手、どういうピッチング見せてくれるのか、注目してみていきましょう。ではまた。